ビールでの乾杯とりあえずビールは日本の宴会で見られる、寒洋区、トリビーと略称される。1955年頃からの高度経済成長に伴ってビールという飲み物が大衆化し一般庶民に浸透した。それまでよく飲まれていた缶酒に比べて短時間で供されることが受け、宴会の席における最初の一杯という意味合いを込めてとりあえず ビールという言い回しが用いられるようになった。近年ではこの、とりあえず、ビールという要例が、ビールを好まない人への強制と捉えられる向きもあって、若い世代を中心に敬遠されつつある。居酒屋でアルバイトを行っていた、大学生の調査では、約80%の人が一杯目の飲み物にビールを選んでいたとの報告がある。とりあえずビールは、酒の席で、 はじめの一杯として、人数分のビールを注文する際の上等句として用いられる。この場合、桂文鎮の創作落語で、日本で最も飲まれているのは、とりあえず、ビールとあるように、特定の酒造メーカーやブランド名を関することはなく、その店で販売している一般的なビールが供される。この形態は、簡単に人数分の飲み物が注文できるという利点のほか、 みんなで同じものを飲むと安心するという会社やグループ間での帰属意識を高めることができるという効果がある。また、最初にビールを飲むことに関する効用として、アルコール度数の低さから内臓への負担が少なく、ビールに含まれる炭酸やホップが異常を刺激することで、食欲増進の効果があるとも言われている。しかし、日本におけるビールの需要は1994年をピークに、 減衰傾向にあり、逆に、リキュールの需要が伸び始めているように、近年では、とりあえず、ビールという注文方法から各人が自由に飲みたい、ものを選択する傾向もある。ちなみに2010年4月1日には、厚木市で、チビールを製造するサンクトガーレンが、エイプリルフールの特別企画として、実際に1日限定で、とりあえずビールを販売した。ありがとうございます。